今日は一人で日南駅に来てみました。見てください。ああ、見て、お父さんです。ローアングルでも漏れてますね。見てくださいよ、この王冠を持ってるんです。私のための王冠ですかね。伊藤萬書さんはですね、なんかなんだ、伊藤萬書は13歳、天正10年正月、ちなみに1582年の時に剣王使節首席尚史として長崎を出てローマ法王に何度か許されたらしい。難しいですね。あ、ほら、萬書さんの後ろ姿とともに駅に到着しました。日南駅に入ってみたです。イエーイ。さあ、日南って皆さん聞いたことありますか？姫は宮崎県に来るまで知りませんでした。近距離切符っていうのがあるらしくて、油津に行くのが一番安いです。ちなみに、読めない。皆さんこれ姫の代わりに読んでくださいね。さあ、ここがホームです。皆さん見えますか？ここに電車が来ます。私は路面電車がとても好きなので、ここに来れてとても良かったなって思います。ひなじゃないよ、日南だよ。ということで戻りたいと思います。風情があってとても素敵な日南駅でした。とみんな行ってみてね。バイバーイ。